日本柳俊夫は日本の旗手、調教師。神奈川県横浜市出身。1932年、立野神城高等小学校神常科を卒業。1992年4月、王女法賞を受賞。2004年、調教師検証者。父は日本柳正蔵。兄は日本柳勇と日本柳俊平。弟は日本柳和馬。 この日本柳春日は長教師で、孫の日本柳宗は騎手である。1932年、横浜競馬場にある父、正蔵の厩舎で、見習い騎手となる。1933年、兄、イサムの厩舎へ移籍。1935年、騎手免許取得。1940年に兵役に就くが体調を崩し、翌1941年に兵役を免除された。 太平洋戦争の戦況が悪化し競馬開催が一時停止に追い込まれると稲葉幸男の下で日本競馬会の運送業に従事。戦後は新中軍関係の仕事に従事するが1946年に競馬会に復帰した。1947年、山和投し子で中山記念に勝ち重傷初制覇。1955年には大ートで、 東京優秀を優勝。なお、1955年制作の大英映画、幻の馬では、脇役の騎手役として出演している。1957年に調教師免許を取得し、同年9月に、旧社開業。翌1958年、開業を2年目にして、オンワードゼアで、天皇賞、有馬記念を含む重賞4賞を挙げる。 1980年代に調教師として全盛期を迎えた。法要防イアンバー社代、シリウスシンボリといった名馬を相次いで手掛け、また、勝利度数においても1980年から1982年にかけて3年連続で関東リーディングトレーナー、1982年には全国リーディングトレーナーの座を獲得した。1997年2月28日に、 引退したが、これは JRA が、調教師70歳定年制度を導入したためである。2004年には調教師検証者として、殿堂入り。2006年に、肺炎のため死去した。シリウスシンボリ遺跡事件1985年春、シリウスシンボリの機種起用をめぐって、馬主の和田智博と対立。発端は日本柳旧社主戦機種であった。 加藤和弘騎乗のデビュー2000目が車高による失格、3000目も第4コーナーで不利を受けての2着という結果に終わったため、これに不満を覚えた和田が岡部幸雄への乗り換わりを主張したことにある。元来、日本柳は管理場の機種には文下生を起用する調教師であった。当時の和田は皇帝シンボリルドルフを所有し飛ぶ鳥を落とす勢いのオーナーブリーダーであったが、 相手が誰であろうと主義を曲げることはなかった。日本柳はあくまでも弟子をかばい、不満があるならよその旧社へ行ってくれと主張。これを受けて、和田は畠山茂のり旧社へシリウスシンボリを天馬屋させてしまう。この行動は、日本柳旧社スタッフばかりでなく急務員、組合全体の反発を呼び、ついには調教師会が仲介に乗り出す事態にまで発展した。結局、 シリウスシンボリは、日本柳9社に戻され、その年の東京優秀を制覇。加藤は、師匠の思いに見事応えた。なお、この勝利で、日本柳は、騎手としても調教師としても日本ダービー制覇を、達成した。これは日本柳を含め3人しか達成していない、記録である。通算2199,451勝。 重賞14勝主な勝倉通算成績8042戦1043賞。重賞48勝主な勝倉重賞太字は文下生。括弧内は旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。